言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。私はその BE:FIRST のファンなので BE:FIRST 関連および BMSG 会社の BMSG の動画を主にね応援動画を上げさせてもらってますけれども、今回はニュースの話をさせていただきます。テレ朝のドリフェスで BE:FIRST と共演をしたっていうところで、で初めてそのニュースもそうだしジャニーズさんの、まあ、旧ジャニーズさんのグループのライブを見るのが初めてだったので、普通にあいいなって思って衝撃を受けまして、でそういう形で語らせてもらって、であのニュースのファンの方、チームニュースの方からもいろいろとあのなんだろう、言葉をもらったりとかいろいろ教えてくれたりとか教えていただいたりとか、ちょっと早口なので、一旦落ち着きますね。オタク語りすると早口になりますよね。いろいろ教えていただいたので、ちょっとその話をしたいなって思っています。で、1個前の動画でちょうどビルボードチャートとかの話をしているんですけど、オリコンとビルボードジャパンのチャート、ニュースのギフテッドが総合3位で初登場しておりまして、CD セールスは1位という形でね、さすがでございますね。はい。っていうことで、はい。まあね、なかなかAdoさんのショート、YOASOBIさんのアイドルが強すぎて、BE:FIRST もそうなんですが、なかなか、総合1位っていうかね、総合1位2位を取るのがなかなか難しくなっておりますわね。そういう感じでね、まあでもいろんなジャンルが盛り上がってるのはいいことですよね。はい、という思います。 K-POP も強くなっていってますし、はい。で、まあ今回はその話もそうなんですが、まあいろいろとやはりニュースのファンのね、チームニュースの方からいろいろと言葉いただいて結構興味も湧いてきてますよ。親切でね、皆さんが非常に、だからいろいろわかることもありましたし、ギフテッドっていう楽曲に関して、まあ、タイトルサムネイルで書いてあるかもしれませんが、まあ、BE:FIRST との共通点も結構感じたなっていうところがちょっとあったのが、まずなんか歌がすごい上手いなっていうところを感じました。ドリフェスでも感じたし、 MV とかでも見て感じたりはしてます。で、ギフテッドって楽曲に関して以前出した動画、まあ、リンク貼っておきますけど、そこではちょっとね、気づけてなくて語れてなかったんですけど、まあ、最新曲ね。BE:FIRST のデビュー曲が Gifted っていう曲なわけですよ。そう。ここでだから名前がまず共通点あったなって思って、で、ニュースの Gifted もなんかオーケストラみたいな感じとか、結構壮大な世界観だったりとか、少しミステリアスな感じっていうかね。まあでもこのギフテッドが増田さんが主演しているドラマの主題歌でもあるっていうところのようで、はい、そういうことなんだなと思って、はい。で、BE:FIRST のギフテッドに関してもちょっとクラシカルな感じっていうか、世界観的にこう壮大な感じみたいなところで、曲調はもちろん違うんだけど、なんかその辺で共通点があったなって思ったりはしました。はい。で、ニュースの楽曲に関してもいろいろとコメントでも教えていただいたりしたんで、まあギフテッドの他だとやっぱり新しめの曲がいいかなと思って、ルーツあと三重詩聴かせてもらいました。まあ聴かせてもらいましたというか、 YouTube で見させてもらいました。で、まず三重詩の方ですが、歌が本当にうまいし明るい感じで、なんかBE:FIRST にもバイグッバイって楽曲があって、なんか色合いとかそういう、なんだろう、MV の中で使われてる色合い的な部分とかも含めて、ちょっとその辺とかもあるかなって思ったりしたところはあります。はい、明るい感じの楽曲といいますか、セピア色じゃないな、こうピンク色のドアとかね、うん、衣装とかも可愛いなと思って、三重詩のあれか、もともとこの、なんだろう、文字もピンクだったりして、バイグッバイって楽曲が、BE:FIRST のバイグッバイって楽曲がちょうどそんな感じだったりはするんですけど、はい。その辺ともね、なんかすごく共通点感じました。あと、すごい高音でガンっていくところとかもあって、バイグッバイもジュノンくんっていうね、BE:FIRST メンバーでも高音をガンガン出す人が、高音ガンってやってるんですけど、その辺もなかなか、いいぞと思いまして。あと、ルーザーですね。ルーザーは、これはなんか、吉祥寺ルーザーズでしたっけ、これドラマの主題歌って話で、あと三重詩の方は、こちらはグリーン楽曲提供プロのやつですよね。はい。はい。で、そういうことで。うん。で、三重詩と、それからルーザー。ルーザーに関しては、グロリアスって楽曲が BE:FIRST の一番新しい楽曲で実は出ておりまして、まあ、なんていうか、それが高校サッカーのテーマ曲になってるんですけど、
勝者、勝ってる人たちだけじゃなくて負けた方の人たちにもスポットを当てた感じで、 BE:FIRST の、 レオというメンバーと、あとプロデューサーのスカイハイが作詞をして、で作曲を作曲にその BE:FIRST メンバーのマナト君とジュノン君も参加をしたという形のものです。うん、でまあそれに関してルーザーに関しても曲を聴いた感じで、そのなんか勝者敗者の敗者の方にも向けた感じっていう、そういう意味合いで応援歌みたいな感じだったりしたんで、でたまたまねちょっと1個前の動画でも語ったりとかしたんですが、ちょっとここ最近ネット上でまあいろんなところに湧いてる人たちがいるようでして、まあまあ少しね気分が落ち込んでいたりとか悩んだりしたことがあって、ちょうどそのルーザーって楽曲をね、まあこの動画撮るためって部分も本当はあったんですけど、チェックしたら普通にこうなんか上がってきたんで、なんかルーザー結構お気に入りですね今のところ。はい、っていう形ですわ。うん、いやだからね、その辺で共通点とか見つけて興味も湧いてきましたね。うん、っていうことです。ギフテッドのドラマちょっと見てみようかと思って、うん、FOD プレミアムで確か見れると思うんで、ちょっと見ようかなと思ってますね。確か見れるような気が、見れなかったらちょっとあれなんですけど。うん、でもろもろチームニュースの方からも教えていただいたりとかして、こうなんかね、ファンダムの話というか、テレ朝ドリフェスでの皆さんのなんかすごいなんかこう慣れてるなっていうか、ライブとかに臨む姿勢っていうのがそういう感じで、ベスティとちょっと違うなって思ったけど、でもなんかやっぱりこうニュース単独のライブではガンガン盛り上がるみたいな感じみたいなところとか、あとはなんかメンバーが近くに来たらちょっと見とれてしまうんですみたいな感じのコメントもあったりとかして、その感じでもね、ベスティも分かるところあって、さっきのギフテッドって楽曲、BE:FIRST の方のギフテッドって楽曲、あれはまあ結構こうみんなでこう聴き入る感じの楽曲になっていて、こうペンライトなんかがあるんですけどね、まあペンライトはどこでもありますよね、どこでもはないか、まあこう持ってこういう感じになったりする、地蔵楽曲、俗に言う地蔵曲と言われるものですけどね、はい、そういうのもありまして、うん、でも基本的になんかヒップホップ系が強い方のグループなもんで、ファンも結構ね、ガンガン踊ったりとか歌ったりする感じが多いとは思います。ヒップホップ系の楽曲でいうと、ジャンプアラウンドって楽曲、ジャンプアラウンドでしたっけ、ちょっとこの間のテレ朝ドリフェスで、その楽曲と、あとチャンカパーナが結構好きって話をさせてもらって、で、なんかその感じで、多分そのニュース担といいますか、チームニュースおよび、ベスティ、BMSG 箱推しみたいな感じの方で、チャンカパーナに、なんか興味持たれるの意外でしたみたいな感じで言われたことがあって、まあ、その方確か、違ったらすいませんが、BMSG 箱押しかベスティみたいな感じとニュースも応援してるって感じだったので、なんかこうあれですよね、私がそのチャンカパーナに反応したのが意外だったみたいな、ラテン系の曲ですし、なんか盛り上がる系の曲基本好きなんですよね。うん、ヒップホップをずっと聴いていた人間で、それでBE:FIRST もヒップホップ要素が強いからっていう部分で聴いたりするんですけどね、もちろんね、最初は。でも今はもうグループ時代にハマってて、ラテン系の楽曲とヒップホップ系の楽曲ってこう親和性が高いっていうか、こうなんかクラブ系の音楽だし、まあ盛り上がったりしやすいしね、ルーツ的にもなんか近しいところにあったりするから、ラテン系の曲っていうわけじゃないけどね、ヒップホップの元になった曲はレゲエみたいなところもあって、まあラテンとも親和性は高いなというところもあり、まあそういった意味合いでもうね、なんかこうすごく、なんだろうな、そういう楽曲とか、BE:FIRST よりも弟グループのマーゼルの方がラテン系っぽい楽曲は多めでね、まあそういうところもあるんで、うん、なんかいろいろと面白いなと思いましたね。うん、っていうことで、なんかいろいろと気になっているところなんですけど、スカイハイとBMSG、BE:FIRST プロデューサーであり BMSG の CEO 社長であるスカイハイこと日高光弘さんに関して、あれですよね、小山さんかな、小山慶一郎さんとスカイハイが、まあ元々のね、事務所で一緒だった時期もあると言いますか、そんな話も聞いたこともありますしね。以前、渋谷ノートっていう NHK でやっていた番組があって、そこで、ご一緒した時期があったんですけど、2021年の11月ぐらいでした。だからそれこそその BE:FIRST のギフテッドが出たのが11月3日なので、まあ本当に、まだまだこれからっていうところだったわけですよ。うん、その中でね、なんかこうそこで見たこともあるの、なんかインパクトとして残ってましたね。なんていうか、当時は今と違って
なんていうか、ジャニーズさんのタレントさんたちと一緒になんかボーイズグループとかが出るっていう形難しかったし、ご時世的にもね。だからスカイハイも、まあその、なんだろうな、そこで、裏では話とかしたかもしれないけど、やっぱり写真とかは残せていなかったわけですよ。でもこの間の、その、番組で、音楽特番で、キスマイフット2の宮田俊也さんと、スカイハイで一緒に写っているところとかもありつつで、今だったらいけたんじゃないかなって思ったりするっすけどね。まあそんなことも思いました。BE:FIRSTに関しても、なにわ男子さんとのコラボをしたりだったりとかもありますし、あとその、ダンクショーケースっていうね、ライブをスカイハイがプロデュースしてるやつで、そこでトラビスジャパンも、旧ジャニーズで言いますとトラビスジャパンも出るんですけども、はい。なんか、あれっすね、ニュースさんも普通に私テレ朝ドリフェスで見て、普通に行けそうだし、盛り上がりそうだし、お客さんの層もそれによっていろいろ変わってきそうだから面白そうだなと思ったりしたし、なんかね、多分昔からの知り合いという部分もありつつだったら、今だったらいろいろといけるんじゃないかなって思ったりもするんだけど、まあそんな感じでしたね。うん、まあ本当にたまたま BE:FIRSTとね、テレ朝ドリフェスで共演をしたっていうところの縁ではありましたけど、まあ結果的にすごくファンダムの方も親切だっていうことも分かりましたし、いろいろ教えていただいて本当にありがたかったです。はい。ですしね、うん。まあなんか BE:FIRSTの楽曲とニュースの楽曲をこの動画の概要欄にもろもろいろいろ貼っておきますんで、6曲ぐらいいったから全部貼っとこうかな。なので、チームニュースさんのために BE:FIRSTの楽曲を貼りまして、で、デスティ、BE:FIRSTファンのためにニュースの楽曲を、YouTube でもろもろ貼っておきますね。あと、まあ、見てない方もいらっしゃるかもなんで、そうだな。冒頭でも言ったかもしれないけど、以前、テレ朝ドリフェスのニュースの感想を述べたやつがあるので、そちらもちょっと、まあ、よかったら見ていただければと思います。はい。まあ、垣根もどんどん超えてきているので、ね、お互いこう、切磋琢磨できる時代になってきてると思うので、まあ、本当に、あと、ファンダムとしてもね、ベスティ、BE:FIRSTファンのファンダム、ベスティとしても、いろいろとまた学ぶところもあるんじゃないかなって思ったりするんでね、まあ、20年のファンダムには本当に学ぶところが多いだろうと思います。私らもね、ファンダムとしてはこれからだし、BE:FIRSTもこれからなんで、はい、そんな感じでございます。というわけで、まあ、男性ベスティとして、ニュースについて、語らせてもらいました。曲も聴かせてもらいました。っていう感じです。まあ、あれですね、まあ、実際のところ、ジャニーズさんのファンじゃないところの人間としては、サブスクリプションで、Spotify とか Amazon Music とかで聴けないっていうのは、ちょっと残念ではありますけどね。まあ、いろいろとやり方も違うので、そこはまあ、YouTube で聴けるっていうのはあるので、良いかなと思いました。はい。はい、では私はいろんな動画を撮ってますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたら、ぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますように、チャンネルの登録をお勧めいたします。はい、それでは失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、グランパンパースでした。